はい、どうも不明瞭です。今回ですけれども、シンデレラをね、登場しましたけども、まあね、基本的にスキルチケットは、使う必要がございません。というか使うのがもったいないです。まあそれのね理由をねちょっと今回は、動画にしていきたいなと思っております。で、まあちょっと自分まだねメインアカのピックアップを引き切れてないので、まあ引きながらね今回は、ちょっと喋っていこうかなと思っております。はい、ということで皆さんぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。自分結構あれなんですね、スキルマのものが結構いたみたいで、プレチケに結構変わるのはでかいですね。はい、ということでとりあえず引いていきます。で、なんだっけ、シンデレラかシンデレラにスキチケ使うのがもったいないっていう、まあ、理由をね説明するとですね、まあ、なんならこのガチャを引き切るのも自分はもったいないと思います。はい、基本的にね、まあ、スキチケ回収できるとか曲付きがどうしても欲しいっていう方は引くべきだと思うけど、それ以外の方はマジで引くべきではないと思います。まあ、それの理由としてはですね、あのシンデレラはコイン稼ぎができなくて、ただスコアが稼げるだけのツムでございます。まあ、そこが一番の理由です。まあ言うてしまえばスコアでガチャは引けませんということですね。これが私の名言、はい、ライブ中で発した私の名言ですけども、はい、あのいくら21億稼げたとしてもコインはね稼げないっす。稼げるけどめちゃめちゃ時間かかるんで、21億出すのにも何時間何時間何時間、まあなんなら休憩挟めば十何時間とかかかる。十時間ぐらいかかるかもしれない。はい。休憩挟んだらさ、その期間つむつむできないんで、もうそう考えると、まあ、圧倒的にコイン稼ぎ効率は悪いわけですよ。はい。それだったら、他のね、まあ例えば UKL だったら2分45秒ぐらいで8000枚、9000枚平均出るつむです。その方が、そっちに使うのが普通ですね。はい、基本的にはね、基本的にスキチケ使うのはあのコイン稼ぎができるツムでいいと思います。でしかもシンデレラが例えば期間限定とかであれば、まあ、ちょっと話は変わってくるかもしれないんですけども、シンデレラは常駐ツムなの でかつねセレクトボックスでもかなり復活するツムなので、あのマジでスキルチケットはもったいないので使うのはやめた方がいいです。あの、ライン、本当にセレボで、だってもう今年セレボで2回来てますよね、確かね。で、今回、ピックアップでも来てますし、はい。あの、そう考えると、あの、スキルレベル上げるチャンスってかなりありますし、新ツム、まあ、今回ラグビーミッキーかなり強いですけども、それの副産物でね、あの、手に入る可能性もかなりありますので、本当にスキチケはやめましょう。はい。これが仮に期間限定であれば、使ってもいいと言えますけども、はい、という感じです。はい。で、まあスコアこれさ、まあツムツムのねシステムが悪いんですけども、言うてしまうとツムツムはね、まあこれさ、まあランキング一応ツムツムあるじゃないですか。まあ例えばスコアで21億出しました。1位取りました。1位取った恩恵皆さん知ってますか？1位取った恩恵少なすぎないみたいな思いません？これツムツムのねあのシステムが悪いなと思うんですけども、まあ、そもそもこのツムツムのランキングが全国ランキングじゃなくてフレンド同士のみの、ランキングになってしまってるので、そこがねまず悪い点なんですけども、これが全国での、ランキングでかつあの報酬がたくさんもらえるのであれば、このシンデレラっていうのは、まあ、常駐であろうがスキルチケット使ってもいいと思うんですけども、まあ、そういうわけではないので、はい。本当にやめた方がいいです。で、ちなみに一応、1位、2位、3位が報酬もらえるんですけども、それも週1の報酬なんで、めちゃめちゃ悪いですよね。はい。週に1回のランキングで、ランキング1位で3000コインってありえなくないですか？で、スコアに関しては1000万取ってしまえば、
最高報酬がもらえるので、16,000コインですね。はい、もらえますので、とりあえず1000万出せる積むって、まあ、例えばユキエルなんか、ね、本当に簡単に出ます。本当に簡単に出ます。はい。ちょっとプレイしながらやりますけど、本当に簡単で、これ普通にコイン稼ぎしてて、8000枚ぐらい出ますけど、それでもう2400万ぐらい多分稼げてると思うんで、それでいいんすよ。コイン、わざわざね、まあ、1億出したいとかそういう願望があって、どうしてもって方はおすすめするけど、そうでない方はね、本当にもったいないです。ということです。皆さん。やべえ、間に合ってない。よろしいでしょうか。まあ、そういうことなんですよ。スコアでガチャは引けませんということです。要は。そういうことなんです、皆さん。シンデレラはスコアではね、めちゃめちゃ強いです。強いんですけども、このツムツムにおいては、その恩恵が少なすぎるんで、まあ、これは本当にね、ツムツムのシステムが悪いんですけど、完全にね。そこをね、ぜひね、改善していただければいいんですけどね。まあ、こういうね、何億って出てしまうツムが、そもそもね、もうみんなそれしか使わなくなってしまうんで、スコア出しで。そこが悪い点ではあるんですけどね。まあ、その点ね、今度、開催か、まあ、新しく配信されます、ツムツムスタジアムに関しては、まあ、そういうね、点がないので、まあ、よりツムツムよりかも楽しめるっていうところがね、ありますよね。俺、全然8000枚いかない。ごめんなさいね。はい、そういうとこなんですよ。なので、まあ、これはツムツムのシステム上しょうがないことなんですけども、引くことをおすすめしません。引くことじゃない。まあ、引くこともおすすめしないんですけども、あ、やべえ、マジで全然ダメだな。はい、そういう感じです。動画終わります。動画終わります。はい。やべえ、7000枚しかいかんかった。大変失礼しました。いやー、消すとこね。7000枚しかいかんかった。8000枚余裕でいけると思ったらいけませんでした。すいませんでした。はい。という感じで、まあ、これでもさ、1400万で、まあ、ラストボーナス入りの、リザルトで、まあ、2000万弱ぐらい出るんじゃないかな。2000万届いたかな。届いてないか。ギリ届いてない。1000万、1800万、1900万。これでもう、今週の、報酬は、マックス報酬もらえますので、そう。マックス報酬っても、まあ、そのランキング1位に ならないと3000コインもらえないけど、3000コイン、ね、なんてね、すぐ稼げるんで、はい。という感じで、シンデレラは常駐で、かつコインが稼げない積むなので、スキチケはね、なるべく使わないようにした方がいいと思います。まあ、これは個人的な意見なので、まあ、どうしてもスコア出ししたい方は使っちゃってください。はい、ということで、今回は、シンデレラに月チケ使うのはもったいないですよという動画となりました。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、バイ。